他の追随を許さないぐらいのことを言ってたので、うわそのあたりのことをあれだけ外から見てバウがボリュームありますんで、はい、直線的なイメージあるんですが、なおかつ幅が相当広いので 2,3 人でセーリングは十分楽しめるというあの作りというか動きやすさにはなっていると思いますし、はい、こんにちは、西村和弘です。今日乗ってきたのは、ここにあるババリア C38 でした。このババリアの、日本輸入代理店、総輸入代理店のトップセールス&カンパニーの伊藤社長です。こんにちは、伊藤です。はい、伊藤さん、この船の船体長は 春長さ春長さで約11メーター弱ですね。結構ね、そうですね、はい、バウを見るとすごいですね、このボリューム。なんかちょっと今時のクラスミニとかクラス40の丸いバウの、はい、戦闘的なヨットをちょっと思い起こさせますけど、そうですね、このボリューム感はこの C シリーズの特徴でもあって、バウのボリュームはもうマックスに近い状態、両サイドかなりバウ寄りからチャインが入っていくのが、はい、このシリーズの特徴ですね。全長11メーター弱でありながら、はい、幅が 3.98、はい、ほぼ4メーター、ほぼ4メーターですね。どんな内部ボリュームなのかも、はい、乗る前から楽しみでは。じゃあちょっと、はい、見ていきますか。チャインが、結構前から入って、前から入ってずっと後ろも本当に角になるぐらい、結構ハードチャインですね。ハードチャインになってますね。結構チャインの位置がだんだん後ろに行くにつれて高くなっていくのは、高くなっていって、シングルラダーなんですね。ツインラダーじゃなくて、そうですね、シングルラダー、はい。ラダーはシングルです、ね。はい。だから、はい、まあお尻がヒールした時にそんなに浮かないようにチャインが上に行って、はい、シングルラダーが顔を出さないような、室内の最大幅は取りつつ、バランス的にはそういう感じになってます。はい、デッキに上がってバウに来ました。下から見るのと同じすごいバウのボリュームです。もうここからすごく膨らみ始めて後ろにつながっていくわけですけども、まず春の全長プラス、バウスプリットが、今主流ではありますけれどもついていまして、ジェネカー、そしてコードゼロ、これをサポートするスプリットになっています。あとはアンカー、ロッカー、電動のウィンドラスオプションでつけてます。バウハッチの中は結構広いんですよね。チェーンロッカーは前に寄せられて、そうですね、後ろの部分が、はい、
おお、ここにあれですね、コードゼロとかジェネカーが入りそうですね。入りますよ ね。濡れ物は船内に入れなくて済む。ジブはセルフタックジブ、もう今やアメリカズカップの船ですらセルフタックの時代ですから、このモデルからセルフタックがもう標準装備で。あ、そうなんですか、はいはい。このシーラインのコンセプトとして少人数で乗られたいというところから発想なので、必然的に標準装備にセルフタックはなってしまってます ね。そしてマストから出てきたコントロールロープ類が、まあ、左右に振り分けられて、はい、後ろのキャビントップウィンチ2つにリードされていくというのは、はい、ちょっと一般的な。そうですね、一般的な、はい、38フィートクラスとしては一般的な、ね、そうですね、はい。そしてマストブームビギンはセルデンが標準ですか。そうですね、大きなメインセールですよね。うん、ブームがすごく長いです、ね、はい、長い、はい、確かに、はい、メインセールのラフの長さが15メーター以上、フットが5メーター以上ありますよね、はい、このサイズのヨットにしては大きなメインセールだと思います、はい。クルージングボートであってもそのセーリング性能はないがしろにしたくないという、はい、そういう発想。そうですね、で あとなおかつオプションで、はい、うん、メインファーリング、あ、なるほど、マストの内に巻いていくメインファーラーがオプションで選択はできます。なるほど、はい、はい。コックピットにやってきました。なんか直線がいっぱい使用されてとてもなんかこうすっきりしたデザインに見えます、はい、先ほど言った最大ビームが、うん、から絞り込みがないので、はい、コックピット自体は直線的になイメージあるんですが、なおかつ幅が相当広いので、クルーの人が、はい、前後動きやすいこともありますし、はい、これだけ広いテーブルを上げられてまあコピーとこれ8人、うん、10人ぐらい詰めたら座れそうですね。座れちゃう感じですよね。素晴らしいパーティーができて、はいはい、ツインステアリングで、ホイールはオプションに今はこれしてますが、あ、これオプションですね、はい、カーボンノーティカの標準ですとカー巻きのラットになりますね。なるほど、はい、入り江等で遊んだりする場合は、はい、スイムステップが出せるように。おお、威圧のダンパーがあってパタンとはいかない。そうですね、ね、ここに船内とは別スペースのステアリングのコードラントとオートパイロットのティラーとかがついてて、はい、船内というかこの後ろのハッチ部分に、まあ、こういうのがあるといつもね、フェンダーとかロープがここに触らないか気になるんです、はい、これだけ独立したスペース。そうですね、はい、いいアイデアですよね。はい、中に入ってきました、デュッセルドルフボートショーでそのヨットオブザイヤーの選考委員の方々が述べている、どんなコメントを述べたか。 C38 の、船内の作りがとてもとても素晴らしい、うん、他の追随を許さないぐらいのことを言ってたので、うわ、そのあたりのことをちょっと伊藤さんから紹介していただきたいと思いますけど、まあ、やっぱり最大ビームが広いことによることが非常に多いとは思うんですけれども、うん、レイアウトとしては何人か入っても座りやすいというか、ね、オーソドックスな、オーソドックスではありますよ ね。で、あとはチャートテーブル、まあ、クラシックなモデルで言えば、はい、ここにちゃんと椅子があってっていうのが、まあ、今時なのかもしれないですけど、兼用で、うん、コンセティと合わせて、うん、ね、ちゃんと前向きの、前向きになるんで。ギャレーについてはまあ、これが標準、もちろん標準ですが、一番は、まあ、このサイズでも冷蔵庫、やっぱり最近は皆さん冷蔵庫をお使いが非常に多いので、はい、上開きじゃなくて普通の、うん、上開きがなく、はい、大きく冷蔵庫、ね、あ、素晴らしい。
庭サイズですよね。三口のコンロと三口コンロですね。でこっちは物入れになってますね。口コンロでガスオーブンでシンクが一つ。収納も多そうですね。収納もありますね。はいね。あと、あとここもそうですね。そうですね。ここも全部そうです。幅広の全体を十分に。はい。はい、で右側には、トイレ＆シャワー。トイレ＆シャワーですね。でシャワー室側の方がグレーの材質の、まあそれが水に濡れても、まあ、洗いやすい拭きやすい材質の、はい、あの内装の木質というか、はい、木は この木の色が色あの標準装備、標準で魔法の調という感じでオプションでホワイトオークか、はい、もう一種類選択はできます。じゃあ前の部屋バウ行きます。まあ、十分広さはありますよね。あれだけ外から見てバウがボリュームありますんで、はい、ここは一応あの主寝室ですね。そうですね、はい、伊藤さんはいらっしゃる横が、はい、あのまあ、クローゼットという、はい、大きいクローゼットですね。全部そうですね。これもほぼフルサイズの高さで、それは反対側の両サイド、こちらは洋服系を、うん、はいはい、かけられるようなあの、はい、棚になっています。ベッドの下は清水タンク、あここに、はいはい、半分が清水タンク、そして半分はあやっぱり物入れスペース、あで洗濯窓の両弦と、はい、天井に大きなハッチが3つ、はい、かなりあの昼間とか明るそうな、でそれぞれのハッチがブラインドと、うん、あの網戸と、はいはい、になりますので、では、アフトバース入ります。ここもまあ十分大人2人が寝れるスペースはあります。こちらが両方棚になりますね。で明かり取りの窓があって、後ろの仕組みを見るため の, あの壁開けられるようになって、まあ、メンテナンス性がよくしてますね。左舷側は標準装備、この船は標準装備なんですが、実は倉庫になってます。これが、うん、もう何かと荷物が増えてくる船が多いので、うんうん、オプションで こちらの部屋も右側と同じように、はい、ベッドにすることはできるんですが、はい、両方オリジナルでベッドにしてしまうとどっちかを潰す荷物部屋になってしまうケースが多々あるので、あよく見かけますね、そのケース、はい、なので標準では割り切って倉庫にしちゃってます、うん、エンジンルーム見てみましょう。このエンジンルームのですね、開口部が他のヨットではあまり見られない、すごく大きな開口部でですね、体がそのまま入っていけそうなとてもあのエンジンの整備をしやすい、エンジンルームの工夫だと思います。でこの左右もね、ここが左右両サイド開きますので、両サイドから開くんですもんね、はい、おで反対サイドも開ければもうほとんどエンジンがむき出しになるくらいですから、はい、C ラインから、はい、標準仕様のエンジンがヤンマーです。ババリア創業40数年の中で初めてこの C ラインでヤンマーを採用しましたね。C38 はヤンマーのどの機種というかどのものでした？ヤンマーの 3JH40 馬力ですが標準仕様ね。いえオプションです。あオプションなんですね、はい、標準装備は、30馬力相当です。はい、今日はですね地上を楽しんできたんですけど、今日の風は南東ぐらいですね。ですね、南東の風
マックスで6ノットくらいの弱い風でのセーリング、ジブでのクローズホールドとコードゼロにを使って、まあ、トゥルーウィンドアングルで100度くらいの、まあ、いい感じの、アングルで走ってみたんですけど、この大きい図体といったら失礼ですけど、うん、大きいヨットがですね、その6ノットくらいの風の中で、時々大型船の引き波が来るような平らじゃない水面で、かなりクローズホールドも、クローズリーチング、ビームリーチングもいいスピードで走ったことに驚きました。今日はあれですよね、タンクの中に水も入ってるし、そうですね、燃料も満タンだし、はいはい、それほど軽い状態じゃない、はい、まあ、一般的なこうクルージングの状態での試乗だったんですけど、その重さですごくよく走るヨットだなと思いました。バーバリアに乗るのもちょっと10年近くぶりなんですけど、バーバリア その10年、この10年の間にどれだけこのブランドが進化したのかというのを今日は身に染みて感じました。そうですね、やっぱりこの昔ながらのバーバリアの、ファンの方が、イメージされてきたモデルと比べると、この C ラインは随分、まあ、変わりまして、まあこの幅広さ、これがセーリングに対してどうなんだろうっていうところも、あったんですけど、まあ今日逆に私もこの風では初めてだったんですけど、よく滑ってくれたので、もう本当に、わ、意外と走りますねって私が言うのも変ですけど、Cラインはデザインはイタリア、はい、イタリアの、はい、コスティというデザイナー、はい、有名な、はい、レースの世界では有名なデザイナーです、はい、はい、ですんでセーリングについてもおそらく、まあ、ババリアと、考えを入れながら、うんうん、セーリングもあまり、そぎたくない、うん、ということで、デザインしたと思いますし、なおかつ今時は意外と少人数で乗られる機会が増えてきつつあるので、うん、いろいろこの船ももちろんそうですけども、基本的には、少人数で 2,3 人でセーリングは十分楽しめるという作りというか動きやすさにはなっていると思いますし、まあ、たまたまこの、はい、こちらのボートのオーナーさんは電動のウインチもつけてますけれども、うんうん、こういう偽装も利用しながら、はい、やっていくとクルージングなり、まあ、もしクラブレースなりするにしても楽しめる、ボートなんじゃないかなと思いますね。もし興味ある方はトップセールス&カンパニーまでご連絡ください。ありがとうございました。ありがとうございます。